君のフラスコは持ってきたかね。そうか、こんなことになって本当に残念じゃ。今のところこれしか手立てがないのです。アマレットも理解してくれています。バカな、理解などわしにはできん。だがギムレットが自由になれば、わしだけでなく皇后の魂も奪われるだろう。たとえ火遊びが過ぎても高貴な方の命じゃ。それが私の命の意義だと思われますか。やめてくれ、意義などとわしには答えられん。ホムンクルス一匹犠牲にするぐらいいつものことでしょ。気になさらずに。許してくれアマレット、そして祈っておくれ。私が呵責の霊に苛まれぬように。早くその悪魔を退治してしまいましょう。本当に危ないところでしたわ。リレ君ではないか。ガンメル先生ほどの方がすっかり悪魔に踊らされているように見えますわ。貴様かと思えば新入生のリレ・ブラウですね。直ちに部屋に戻りなさい。これは命令です。アドボカート先生、あなたの言うようによく考えたのです。どうするのかを。さあ来るのよアマレット。心配はいりません。あの部屋はギムレットを捕らえるために特別の魔法陣が敷いてあります。ネズミが自らネズミ捕りに入り込みましたよ。